モニター開発って50代以上モニター専門家、モニキャンです。最近ね、144Hz のゲーミングモニターが、めちゃめちゃ需要があるみたいなんですよ。まあね、原因は名の白で、こいつですよ。こいつ。完全にプレイステーション5需要。まだ、プレイステーション5が手元にないっていう人でも、どうせプレイステーション5買ったら、120Hz 出すためにモニター買うから、今のうちに先にモニターだけでも買っとくか、みたいな人が多いんですね。ならばこそ、オールファイルモニターニアということで、今回紹介するモニターはこちら !IO データのギガクリスタ !AXLDGCU242HTB! ちょくちょくモニケの動画でチラ見せしてたんですが、そろそろゾロゾロレビューしちゃおうということで、今回はね、こいつについて、根掘り葉掘り、紹介しちゃおうと思いますで、最初に言っておきます。こいつは、ガチガチの FPS ゲーマー向けのモニターです。なので、映像美を求めてる人には、正直向いてないです。ただ、FPS しかしねえよ。っていう人には、余裕でおすすめできるモニターですね。こいつはね、結構長く愛されてるモニターで、僕も以前、こいつと同じ、ギガクリスタシリーズの、75Hz のモデルをレビューしたんですが、なかなか良かったので、今回はね、144Hz のこちらのモデルを買ってみました。見せてもらおうか。愛人ゲーマー向けモニターの仕様というもの。というわけで、まずはスペック紹介。モニターサイズは 23.8 インチ。FPS ゲームとかをプレイするにはベストなサイズですね。画面全体が視界に収まるこのサイズ。これがね、ちょうどいいんです。で、パネルは TN パネル。応答速度が速くて、コストも安く済む、コスパの高いパネルですね。ただ、色再現性が微妙なので、モニターが若干白っぽく見えたりすることがあります。FPS ゲームをやる分には全然問題ないんですが、映画とかを見るときには、ちょっとね、色味がなんか白っぽいなーって感じるときがあるかもしれません。作業用とか、サブモニターとかにもちょっと向いてないですね。ただ、リフレッシュレートは 144Hz。応答速度はなんと G2G で 0.6ms。同じくらいの価格のゲーミングモニターの中でもかなり速いですね。まあ要は、Apex とか Fortnite とか、FPS とか TPS ゲーム向けのモニターっていうことなんですよね。ちなみに、リフレッシュレートっていうのは高ければ高いほど映像が滑らかで、いわゆるぬるんぬるんな映像になります。そして、応答速度は画面の色が変化する速さのことなので、速いほど動きの速い映像でも、残像感が少なく、くっきり見えるため、敵を視認しやすくなるっていうメリットがあります。たまにね、応答速度はリフレッシュレートの更新速度より速ければ問題がないって言ってる人もいるんですけど、違うの、間違っているぞ。応答速度っていうのは、速ければ速いほど、フレームが切り替わった時の描写が速くなるわけなので、0.1ms でも速い方が有利に働きます。じゃなかったら、どのモニターもね、1ms なんて求めません。少しでも速い方が FPS ゲーマーは有利です。ただ、1ms と 0.6ms の違いを実感できるかは、ちょっとね、微妙なとこですね。その人の目の性能がめちゃめちゃ良ければわかるかもしれません。ただ、それを追求した結果が、応答速度に優れた TN パネルを採用した、このギガクリスタっていうわけですね。モニターの世界では速さは正義。理解は幸せ。また、IO データ、国産メーカーです。結構海外メーカーが多いモニター会話の中では日本メーカーなので、まあね、海外ちょっと心配だなとか、そういった人でも安心して購入できます。そして、皆さんが気になるであろう価格は、この動画を撮ってる2021年1月20日時点で、25,535円。まあね、めちゃめちゃ安いっていうほどではないんですが、こいつはね、結構 Amazon のセール対象になるので、セールのタイミングを狙って購入するのがおすすめです。だいたいね、2000円から3000円くらいは安くなりますね。お得に買えるチャンス、逃さないようにしましょう。さて、スペック紹介だいたい終わったところで、開けていきましょうか。といったものの、開封は、実は昔開けた時に撮影した時のものです。箱はシンプルな段ボールですね。まずは説明書。続いて、電源コード。そして、ディスプレイポートケーブル。押し込まないと外れないタイプのやつですね。ここが飛び出てるやつ。はい、台座。両サイドのブルーの差し色がクールでかっこいい。最後にモニター本体。はじめから後ろにスタンドが取り付いてるタイプですね。中身はこれで全部。
で、組み立ては超簡単で、スタンドの突起部分に台座のね、このへこみをはめてあげる。で、このネジを回してあげるだけ。これで完成。というわけで、完成したのがこちら。まずは横幅から。横幅はだいたい55センチ。で、高さは可変で、一番下だと約42センチですね。で、ベゼルは最近のモニターにしてはちょっと太めで、表示領域込みで 1.5 センチです。まあね、最近のモニターはだいたいベゼルレスなので、この太さはちょっと気になる人は気になるかもしれませんね。まあでも、このモニターを買う人って完全にゲーミング用として買う人だと思うので、同じモニター2枚並べてデュアルディスプレイにしてっていう感じの使い方をする人は少ないと思うので、まあ許容範囲っちゃ許容範囲なのかな。で、モニターの色味ですが、若干白っぽさは感じるものの、 TN パネルにしては発色いい方だと思います。ただ視野角はやっぱり狭めで、上下160度なので、上から見ると結構ね、白さが際立つ感じがしますね。で、左右は170度ですね。まあ、IPS パネルや VA に比べるとちょっと狭め、まあ、奥の方の色味が結構分かりにくくなってる感じがします。ただ1万円くらいの TN パネルのモニターに比べたら全然発色はいいと思います。モニターの背面はこんな感じ。まあ目を引くものがありますよね。そう、こいつです。圧倒的に目を引く左上のロゴ、なぜか光ります。一応メニューから LED はオフにすることができますが、大抵の人は背面なんて見ないので、オフにしてもオンにしてもあまり変わらない気がします。で、スタンド部分にギガクリスタのロゴ、このギガクリスタのロゴはね、かっこよくて僕は好きです。クリスタルって感じですね、名前通り。で、スタンドの下部にはモニターのケーブルをまとめる用の穴が開いてますね。大きくて使いやすい感じです。あとちょっと珍しいのは、入力端子がね、ここにもあるんですよね。ここにはヘッドホンジャックと、あとラインアウト、音声をモニターに取り込んで出力する用の端子ですね。まああんま使う人はいないかな。そして USB があるんですが、こっちはあれですね、ファームウェアのアップデートとかに使うものなので、まあ、普段使うことはまあないです。あとは背面なんかデコボコしているように見えるんですが、これは別に素材自体はデコボコしてなくて滑らかです。デザインですね。あとメニュー操作ボタンは残念ながらスティック型ではありません。普通のボタン型ですね。そして最後は台座ですね。まあスタンダードな四角形に近い感じの台座です。ちょっとここが斜面になってるんですが、まあ、デザインもね、なんか木目調というかかっこいい感じ。サイドのこのダークブルーの差し色も僕は結構好み。クールですね、ゲーミングっぽい。なんだかんだね、この平面に近い感じの台座、僕は一番好きですね。物も置きやすいし、こんな感じでね、使い勝手が非常にいいと思います。で、角度調整機能は結構多彩で、まず前後のチルトは上がマックス20度でこんな感じ、下はちょっと狭めで3度。まああんまり下には向かないけど、そこまで影響はないかなって感じで、首振りなんですが、なんとね、左右65度。かなり曲がりますね。もうここまで行く。この首振り機能は結構優秀じゃないでしょうか。あんまりないね、ここまで曲がるモニターは。で、それに加えて、回転も右に90度回すことができます。こんな感じですね。まあね、ゲーミングだし、ちょっとベゼルも太いからサブモニターにもあんまり向いてないんですけど、なぜかね、スタンド性能はめちゃめちゃ力入ってます。さらに高さ調節まであるので、正直このモニターに関してはモニターアームいらないですね。なしでも十分性能が高い。台座もスタンドも完璧。さらになんと高さ調整に関してはこんな感じでメモリがあるので、どこに合わせるか覚えておけば、いつも使ってる高さに簡単に調節し直すことができます。で、入力端子は左から HDMI、HDMI、HDMI ディスプレイポート、なんとね、HDMI 端子が3つもあります。ただ、この中でね、144Hz が出せるのは、一番右の HDMI1 だけです。他2つは 120Hz 出力になるので注意しましょう。ただまあね、144Hz 以上出したいっていう場合って、PC と繋いだ時だけなので、PC を複数台繋がない限りは全然問題ないと思います。なんならディスプレイポートでも 144Hz 出力ができるので、特に問題はないでしょう。むしろこの HDMI 端子3つっていうね、家庭用ゲーム機、スイッチとか、Xbox とか、PlayStation 5、4とか、さらにはレコーダーなんかも繋げちゃう、この豊富な入力端子をうまく活かしてあげれれば、ギガクリスタも喜んでくれるでしょう。あと、背面の時に簡単に解説しましたが、モニター背面の右側面にヘッドホンジャックとラインアウト、
あと USB 端子が付いてます。 USB 端子はユーザーが使うことがないので無視でいいです。横についてるからね、ヘッドホンジャックとかすごい差しやすくて僕は便利だと思いますね。そしてギガクリスタにはなんとスピーカーも搭載しています。音質はこんな感じ。思ってたよりもめちゃめちゃいいですね。モニターに搭載されているスピーカーとしては結構いい方だと思います。音楽鑑賞ってなるとちょっと音質とかが気になるかもしれませんが、ゲームをプレイするくらいならそこまで気にならないんじゃないでしょうか。あとね、 YouTube とかも全然見れると思います。何せよ外付けスピーカーとか持ってない人にとっては質はともかくモニターにスピーカーが内蔵してあるだけでもありがたいですね。そしてギガクリスタのメニューはモニター背面のボタンから起動します。メニューはこんな感じで、映像、ゲーム、表示、本体動作、メニュー表示、その他、イルミネーションの7個の項目に分かれていて、順番に重要な機能をピックアップして紹介したいと思います。映像は画面モードのプリセット、コントラストやブラックレベル。ブラックレベルは画面のコントラストに近いですね。モニター全体の色味の調整ですね。全体を白っぽくしたり、逆に黒っぽくしたりすることができます。で、色温度に、ブルーリダクション2は、ブルーライトカット機能ですね。で、ガンマ。そして HDR。これね、ちょっと僕もね、最初気づかなかったんですが、HDR をオンにするためには、HDMI1 に接続しなきゃダメです。珍しいことに、ディスプレイポートケーブルじゃダメでした。なので、ちょっと注意してください。HDR が使えないっていう人は、HDMI1 に切り替えてみてください。で、ナイトクリアビジョンは、暗いところを明るくする機能ですね。何気にこのメニューの機能がこっちに書いてあるっていうのはありがたいですね。名前だけだとなんだこれってなる。で、エンハンストカラーは画面の色味を調整して、敵とかを見やすくするっていう機能なんですが、強くするほど色味が濃くなってパキッとした色味になりますね。ただ逆に強くしすぎると見にくくなることもあるので、これはね、結構自分好みにカスタマイズって感じですかね。自分でね、値を調整した方が敵は見やすくなると思います。あんまり強すぎると敵が見にくくなりますが、ある程度はあった方が見やすいので、自分好みに調整しましょう。で、カスタムにすると、コントラストと色の濃さを別々に調整することができます。で、オーバードライブは基本的にレベル2でいいですね。レベル2にしないと、応答速度 0.6ms を活かせないので、ここはね、結構重要なポイント。で、あとスルーモードは、これもね、基本オンにしといていいです。要はフレーム遅延を軽減するっていう機能なんですが、あんまりね、あってもなくてもそんな変わらないと思うんですが、だったら短い方がいいので入りにしといていいでしょう。で、表示。ここに超解像度。これね、結構レアな機能なんですが、要は、このモニターはフル HD なんですが、例えば HD の画像とかを画面いっぱいに表示した時でも、あたかもフル HD かのように見せてくれるっていう機能ですね。ただ、あんまり強くしすぎると逆に見にくくなるので、5とかそれくらいがちょうどいいんじゃないですかね。で、シャープネス。これは映像とか画像のぼやけた輪郭とかがね、シュッとします。超解像と似たような感じですね。で、ノイズリダクションは、これはね、僕オフでいいと思う。なんかね、入れると映像がちょっとぼやっとするので、あんまり好みじゃないですね。映像のノイズを軽減してくれるっていう機能なんですが、ゲームとかだと不要だと思います。で、CREX は輝度の自動調整機能。で、黒色伸長は映像の黒が引き締まるっていう機能ですが、ちょっとあんまりね、僕これは、いまいち体感できなかったなーって感じです。で、本体動作は、電源ランプの色だったり、節電モードだったりとか、そういうちょっとした機能ですね。メニュー表示は OSD 機能の調整とかができます。で、その他は、これも気にする必要はないですね。システム的な面ですね。で、イルミネーションは、背面のロゴの色のパターンとかをいろいろ調整できるんですが、正直ここをこんなに力入れるのかっていう感じですよね。変化スピードに変化パターンもある。変化パターンもね、6種類もあるので、自分好みに光らせることができます。輝き方で差をつけろ。キラボシ！で、せっかくなので、遠目でちょっといくつか機能を確認してみましょう。まず、画面モード。今、スタンダードなんですが、これがゲーム。これが FPS。RPG。ウェブ。ざっとこんな感じですね。普段はスタンダードで、ゲームによって切り替えるっていう使い方がいいんじゃないでしょうか。で、ブルーライトカットは画面の数字を上げれば上げるほど、画面のブルーライトがカットされて、徐々にね、画面が黄色くなるって感じですね。でも5まで上げてもそこまで黄色くないかな。そんなブルーライトカットは強くないかもしれません。で、HDR は基本ね、自動にしといていいと思います。HDR に対応した映像が綺麗に表示されるので、基本的には常に自動にしておけば OK ですね。で、ナイトクリアビジョンは今レベル2なんですけど、切るとね、かなり暗いところは暗いです。
で、上げれば上げる方がやっぱり明るく見えるので、まあ、最低でもレベル1ぐらいにはしておいた方がいいと思いますね。ただ、ゲームをやらないなら別に切りでもいいと思います。エンハンストカラーは9がマックスなんですが、まあ、9にするとね、こんな感じで、かなりね、なんていうんですか、ビビッとの切れた感じの色味になりますね。なので、9はちょっと強すぎると思います。ゲームをするにせよ、まあ、5あたりかな。5あたりがいいところじゃないかなっていう感じですね。まあ、この数値に関しては、実際に自分で使ってみて、いい感じの値に調整するのがベストだと思います。で、超解像度は、ちょっとね、わかりにくいんですけど、これは、解像度が低め。まあ、HD 以下、720p 以下の画像なんですが、こういった画像でも、超解像度を上げることで、少し解像度が高い画像に見えるっていう機能ですね。まあ、要は、この辺のね、ぼやっとした部分が、輪郭がくっきりして、解像度を高い風に見せることができるんですね。まあ、僕はそこまで使う機能ではないんですが、これはね、結構すごい技術だと思います。最後はいつもの Apex Legends をプレイ。設定はエンハンストカラーが5、ナイトクリアビジョンは2にして、オーバードライブはレベル2、スルーモードもオンにしてます。色味はエンハンストカラーを入れてるので若干ビビッとが効いてますが、むしろね、僕はこの方が敵を見つけやすくて好みです。応答速度の残像感や逆残像もね、全然感じませんね。非常に快適にプレイできてます。FPS ゲーム向けのスペックだなって思ってたんですが、ゲーミング設定も豊富で期待通り、いや、ゲーミング性能だけで言えば期待以上の性能でしたね。あとプレイステーション5で 120Hz 対応公式で確認済みっていうのもプレイステーション5用に買いやすくて素晴らしいと思いました。僕も実機で確認しましたが、問題なくね、プレイステーション5で 120Hz 出力できました。120Hz 以上のモニターはもうね、全部メーカー側で確認してほしいですね。この IO データのスタイル素晴らしいと思います。というわけで、 IO データギガクリスタ EXLDGC242HTP レビューさせていただきました。ざっくりポイントをまとめると、リフレッシュレート 144Hz、 応答速度驚異の 0.6ms という FPS ゲーマー仕様のモニター、プレイステーション5で 120Hz 出力、メーカー確認済み、 HDMI 端子が3つもあって利便性丸、スタンド性能が高い、 TN パネルにしては発色も良い、スピーカーの質も思ったより聞けるレベル、独自機能が豊富で使いこなせば一つ上のゲーム環境、ただし作業用には不向きなゲーマー専用モニター、そんな感じ。最近はね、IPS パネルのゲーミングモニターの人気が凄まじいですが、TN パネルの高速応答速度とゲーミング向け機能を豊富に備えたギガクリスタ EXLDGC242HTP、 思っていたよりもいいモニターでしたね。ゲーミング向け機能の豊富さがすんばらしい。設定にはね、ちょっと戸惑うかもしれないんですが、日々ね、ちょこちょこちょっと違うなっていうところをいじっていくだけでもかなりね、ゲーミング環境がレベルアップするので、ぜひとも持ってるけど設定特にいじってないなっていう人は試してみてください。スタンド性能の高さやスピーカーの音質も良くて、 TN パネルによって浮いたコストをそのまま価格を安くするんじゃなくて、モニターの機能に投資した結果がこれって感じですね。普段使い用にも使いたいっていう人じゃなくて、ガチで FPS ゲームをやりたいっていう人のためのモニター。もちろんプレイステーション5で 120Hz の出力もできるので、プレイステーション5ユーザーやプレイステーション5がまだ手に入ってないんだけど、将来的にはプレイステーション5に変える予定があるプレイステーション4ユーザーとか、そういった人にもおすすめできると思います。デザインもね、黒にダークブルーの差し色がね、クール中二心が刺激されるガチゲーマー向けゲーミングモニター、一度試してみませんか。そんな感じで動画を終わらせていただこうと思います。最後に、この動画が良かったな、参考になったなと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また僕が運営しているブログモニケンでもゲーミングモニターについて紹介しているので、よかったらそちらもご覧ください。あと最近サブチャンネルのモニケンゲーミングで不定期にゲーム実況しているので、よかったらそちらもチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you!